1968年、アメリカ合衆国大統領選挙は、1968年11月5日に行われたアメリカ合衆国大統領選挙。候補者、党の有力者の多くは、様々な問題を抱えていた。リチャード・ニクソン元副大統領は、共和党員の間での対望論が強かったが、一般に1962年のカリフォルニア州知事選挙での敗北で、 政治生命を断たれたと考えられていた。ネルソン・ロック・フェラー・ニューヨーク州知事は、自らの離婚で人気を失っていた。また前回の候補者、バリー・ゴールド・ウォーター上院議員は前回選挙での惨敗により、再び候補者として名を挙げられることはなかった。こうした中で、ジョージ・ロムニー・ミシュガン州知事が、ビジネス界での成功と知事としての高い評価を背景に最有力候補者となった。 しかし、ベトナム戦争をめぐる彼の発言が、適切さを欠いたことから指示を失い、撤退を余儀なくされた。イリノイ州選出のチャールズ・パーシー上院議員、ジョンリンゼ・ニューヨーク市長らの名も挙げられたが、立候補を表明しなかった。ロムニー撤退後、立候補表明をしていたニクソン、レーガン・両候補と、急遽立候補を表明した、ロックフェラーの3人の有力候補が争ったが、 終始ニクソンがリードした。8月5日から8日にかけて、フロリダ州マイアミビーチで開かれた、党大会において、ニクソンは1回の投票で、候補者に指名され復活を遂げた。副大統領候補としては、ロムニーや指名を争ったロックフェラー、レーガンが取り沙汰されたほか、ジェラルド報道会員内総務は臨勢を公式に推薦した。しかし、ニクソンはこれら大物候補ではなく、 全国的に無名のスピロ・アグニューメリーランド州知事を副大統領候補に選んだ。候補者、当初、現職のリンドン・ジョンソン大統領が容易に党の候補者指名を獲得するものと思われていた。一方で、ユージーン・マッカーシー上院議員がベトナムからの即時、撤退を訴える反戦綱領を掲げて立候補したが、放末候補と見られていた。しかし、 ベトナム戦争に反対する世論が高まり、ニューハンプシャー州予備選で全く予想外の高い得票率で2位につけ、ジョンソンを追い詰めたことでマッカーシーは事実上の勝利者としてメディアに扱われ、マッカーシー旋風を起こした。その後、ジョンソンは党の指名を求めないと声明した。マッカーシー旋風に触発され、ロバート・ケネディ上院議員が立候補を決断した。ケネディは、 マッカーシー同様に、ベトナムからの即時撤退を盛り込んだ、反戦考量を掲げ、マッカーシーを支持した層に食い込むとともに、自らの知名度と若年層の間での人気を生かした運動をし、マッカーシーと並び最有力候補に躍り出た。だが、カリフォルニア州予備選で勝利を収め、指名獲得を確実にしたと思われた矢先、カリフォルニア州予備選の勝利演説の場でケネディは、 暗殺された。ケネディ暗殺後、党内の有力者を中心に、ヒューバーとハンフリー副大統領が有力視されるようになったが、副大統領として、ジョンソン政権の一員であったハンフリーは、次第に、党の多数を占めるようになっていった、反戦派にとっては不満の残る選択となる。8月26日から29日にかけて、イリノイ州シカゴで開かれた党大会には、 反戦運動家が多数集結し会場を取り囲んだ。やがて彼らは暴徒化し、リチャード・デリー・シカゴ市長の派遣した警官隊と衝突、流血の惨事となった。こうして最悪の事態となった党大会で、ハンフリーは予備選挙での運動を行わなかったにもかかわらず、マッカーシーやケネディの後を継いだジョージマクガバン、上院議員を破り、党の候補者に指名された。 ジョージ・ウォレス他に第三党の候補者として民主党の前、アラバマ州知事で人種隔離政策を支持する綱領を掲げるジョージ・ウォレスがアメリカ独立党から立候補した。ウォレスは第二次世界大戦で日本に対する無差別爆撃を指揮し、またベトナムでの無差別爆撃の継続を訴える。 カーチするイ空軍大将を副大統領候補に据え、ベトナムでの強硬な政策を主張した。選挙戦は、当初、ニクソンの圧倒的リードでスタートした。ニクソンは、公民権運動や反戦運動が暴徒化、過激化し、違法性を強めることに対して、法と秩序の回復を訴えた。さらに、ベトナムからの名誉ある撤退を主張し、 これを実現する秘密の方策があると語った。また、ジョンソン政権の国内政策、偉大な社会計画を批判した。彼はこれまで民主党を支持してきたが、保守的な南部の有権者をターゲットにし、南部戦略を推進した。対するハンフリーは、偉大な社会計画の継承を訴え、貧困の撲滅などの実現を主張したが、一方で、外交政策、 ベトナム政策に関して政権から次第に距離を置き始め批判的な姿勢に転じた。ハンフリーは選挙戦が進むにつれニクソンに肉薄し一時は支持率で逆転した。こうして選挙戦は一転して接戦となった。結果は一般投票でのニクソン、ハンフリー両候補者の得票率の差が1.2ポイントと稀に見る接戦となった。ウォレスはジョージア州 アラバマ州などのディープサウスで勝利を収めたが、ニクソンは南部諸州に進出し、南部戦略は一定の成果を得た。青字は民主党、赤字は共和党、紫字は独立党が勝利したことを示す。数字は得票率の差。得票率差5%未満、得票率差5%以上10%未満。ありがとうございます。